陸軍航空総幹部は、日本陸軍における中央統括機関の一つ。直接天皇に隷属し、主として陸軍における航空関係の教育を投御、管理した。1938年12月に設立され、1945年4月に、当分のうちという条件で閉鎖となり、同年8月の太平洋戦争終結に続く。 陸軍解体のため再開されることはなかった。陸軍航空総監部の人員は、長官である陸軍航空総監を、はじめ大部分が陸軍航空本部との兼務であった。庁舎は陸軍航空本部と共に、東京市郝島地区に置かれ、1941年12月の太平洋戦争開戦と同時に、同州牛込区の陸軍主管学校跡へ移転した。 日本の陸軍航空は1904年、日露戦争で臨時気球隊が初めて実戦に参加し、同戦争後の1907年、この石団に属する交通兵旅団に気球隊が置かれたのが最初の常設部隊であった。飛行機に関しては、1909年に臨時軍用気球研究会が設立され、本格的な研究及び運用が始まり、第一次世界大戦で、 航空隊の臨時編成を経て、1915年12月に航空大隊が設立された。1917年、航空大隊は2個編成となり、翌年以降さらに大隊の数を増やしていった。この間、明治の気球隊から各航空大隊に至るまで、陸軍航空の人員は、核兵科からの混成であり、運用は、公兵科に準じた扱いであった。 陸軍中央三官が関係図当時の陸軍は、軍政、統帥、教育の三つの機能を、軍政は陸軍大臣、統帥は参謀総長、教育は教育総監が分立して担当し、それぞれが天皇に直接連属していた。これが、いわゆる陸軍三長官であり、それぞれの官がは、ふさして中央統括機関とも呼ばれた。1919年4月、 陸軍航空部が創設された。これは航空に関する事項の研究、機材の製造、補給など軍政と、飛行機操縦教育、機材整備教育など、航空関係専門の教育を統括する機関である。陸軍の教育は原則として、教育総幹部の管轄であったが、日進月歩で変わってゆく、航空技術の特殊性を重視して、 軍政の中央統括機関である陸軍省の霊下に設けた陸軍航空部が軍政と教育を合わせて司ることとなった。陸軍中央参賀が及び航空部関係図1925年5月、各陛下の混成であった陸軍航空は独立した航空陛下となり、同時に陸軍航空部も陸軍航空本部に昇格した。 航空本部は従前の陸軍航空部と本質的な機能に大きな違いはなかったが人員及び編成が増強された。これ以後も時代が進むとともに航空陛下は拡大を続け航空本部は陸軍航空に関する軍政と専門教育を司る機能を保ったまま何度かの編成改定により権限を強化していき陸軍省の外局となった。 1936年11月、陸軍省は、翌年より6カ年計画となる軍備充実計画の対抗を策定した。1号軍備では、航空兵力の増強が重視され、この頃から、航空優先という標語が、陸軍中央で使われるようになった。ところが、実態は、陸軍の中で、最後発である、航空兵下には、中核となる機関が存在せず、 地位も高いとは言い難いものであった。航空優先の標語には、いささかや油的な地上絶対という言葉がタイとなって使われた。一号軍備の策定と前後する1936年の陸軍中央機構革新の流れの中で、海軍航空と合同しての航空省を創設する案、あるいは陸軍省内に航空局を置く案が検討されたが、いずれも実現しなかった。 その一方で、航空本部は、天皇直令となる、航空総監部創設の意見を上申した。この場合の、航空総監部は単に教育ばかりでなく、航空の軍政及び、航空部隊の統率も行う案であった。しかし、陸軍首脳はこれに同意せず意見は保留となり、部隊統率機関としては、航空兵団司令部が新設された。前述の各案は、 空軍創設を究極の目標とする陸軍航空の独立強化思想に根ざしたものであるが、1937年7月に勃発した日中戦争により、航空独立の論調は一時的に慎重なものへ変化していった。初代陸軍航空総監、東条秀樹中九1938年春頃より陸軍中央ではドイツ空軍の再建ぶりに刺激され、 航空独立論が再燃し始めた。航空兵科専門教育を専任する天皇直令機関として航空総幹部を創設し、陸軍航空の中核的機関とする案が参謀本部の中で建てられ、陸軍省軍事課内でも同意された。これは陸軍内で航空が半独立的な地位を得ようとするものであり、一号軍備によって急速に拡大化と変質を遂げようとする。 陸軍航空には、画期的なものとなるが、陸軍の伝統である教育統一を崩すものであり、また、天皇直令の機関を設けることは、従来の陸軍三長官制に反するとして、教育総監部は強く反対した。しかし、陸軍の主流には、航空教育の特殊性に対する理解が深まっており、陸軍省軍務局の田中新一軍事課長、さらには、 当条秀樹陸軍次官による推進が決定力となった。同年12月10日、陸軍航空総監部令が施行され、陸軍航空総監部が創設された。その主な目的は、理由書に陸軍航空兵貨軍隊のいよいよ複雑かつ専門化せるに伴い日の2000人する天皇直令機関を新設し陸軍航空兵貨軍隊教育の 進歩発達を、ずるのようあるにんると書かれているように、専任の期間を設けることでよりよく航空教育の特殊性と陸軍航空の拡大に対応させることである。前述軍令第1条で、航空総幹部は陸軍航空兵科軍隊の教育に関する事項を手のひらる書であり、第2条でその長官は陸軍大はたまた派陸軍中将をもって、 これに、親星天皇に直令する、陸軍航空総監と定められた。航空総監を天皇直令の親補職とすることは、陸軍部内における航空の地位を高めることになり、航空本部長が、陸軍大臣の霊下にあり親補職である、航空兵団司令官よりも格下であった問題の解決にもなった。ただし、航空総監は軍政及び人事に関しては、陸軍大臣、 作戦計画に関する事項及び動員計画に関しては、参謀総長、航空兵科専門以外の教育に関しては、教育総監の駆所を受けるとされており、権限に制約があるため参長官と、同格なものではなかった。陸軍航空総監部の編成は、総務部及び教育部からなり、陸軍航空総監部例で各部の任務は次に挙げる、各事項を司ると規定された。 陸軍中央参賀が及び航空総監部関係図これによって陸軍航空は航空本部が軍政を航空総監部が専門教育を担当する体制で投与、管理された。しかし航空総監は航空本部長を兼務し編成表で定められた航空総監部の人員は3名を除きすべて航空本部の総務部及び第1部の部長、課長、 部員が兼務とされ、実態は航空総幹部と航空本部が2位一体であった。こうした体制は従来陸軍航空の軍政と専門教育を合わせて統括していた航空本部長が編成上陸軍大臣に礼する職であり、その航空本部長を何の手も加えないまま親補職に改めることが困難であるための弁法とも言える。航空総幹部は 航空本部と同じ東京市高島地区、長田町早部社長の庁舎で事務を行った。1941年8月、陸軍航空総監部令改正が施行され、総務部の任務に諸葛学校の衛生維持に関する事項を司ることが加わった。同年12月8日、日本は米英など連合国を相手とする太平洋戦争に突入した。同日、 航空総幹部及び航空本部は東京市牛込区市ヶ谷本村町の陸軍士官学校跡地に移転した。教育総幹部は同月1日に市ヶ谷台に移転しており、翌週の15日には陸軍省及び参謀本部も同地へ移転した。1942年10月、陸軍航空総幹部令改正及び陸軍航空総幹部委員部令が施行された。 これにより、航空総監部の編成は、総務部、教育部、及び医務部の三部体制となった。医務部は、航空総監部と2位一体である、航空本部にも同時に設置され、多部同様に兼務によって業務が行われた。また、総務部長のもとに非公判が置かれた。総務部長は、航空総監を補佐し、総務部の他航空総監部一切の業務整理の責任を負うことも、 新たに定められた。前述の陸軍航空総監部令改正及び陸軍航空総監部イム令により、イム部及び飛行班の任務は次の各事項、または業務を司ると規定された。第5大陸軍航空総監高級、厚紙大賞1944年3月、航空本部の編成改定を受けて、教育部の教育課が第一教育課、第二教育課に分かれた。 1944年、連合軍との戦況は悪化し、本土が直接戦場となりつつあった。陸軍中央は、航空関係の教育機関を戦力とすることを検討し、小学校のうち基本教育ではなく連成訓練が、主な任務の実施学校と呼ばれる飛行学校5校と1分校、及び航空整備学校1校を軍隊化することが決定した。同年6月、 下も図共同飛行士団等臨時、編成要領により下も、図明野浜の、はままず、ほこた、この各陸軍飛行学校をそれぞれ下も図共同飛行士団、明野の共同飛行士団、浜松共同飛行士団、ほこた共同飛行士団、宇都宮共同飛行士団、明野の陸軍飛行学校分校を、日立共同飛行士団、立川陸軍航空整備学校を、 立川共同航空整備士団、浜松陸軍飛行学校の一部を3方、現共同飛行団に改編した。これら共同飛行士団等は、前身となった学校と同様に、航空総監に隷属したが、作戦行動の指揮統率は、航空総監の本部から外れるものであった。同年8月8日、軍令陸港第108号により臨時動員という、形式で、 共同航空軍司令部が編成された。その軍司令官は航空総監、参謀長は航空総監部総務部長、参謀副長は同教育部長、参謀5名は同教育部員がそれぞれ兼務するものであり、共同航空軍司令部の実態は航空総監部と同じであった。前述の各共同飛行士団および共同航空整備士団、共同飛行団は 共同航空軍司令官が指揮することとなった。しかし本土における航空作戦に専任する作戦航空軍司令部の創設が必要となり、同年12月26日に共同航空軍及び同軍司令部は5ヶ月経たずに編成を解かれ、軍令陸高第165校により第6航空軍が新設された。第7大陸軍航空総監。 アナンコレチカ大将1945年に入ると、戦況はさらに不利なものとなった。同年1月20日、帝国陸海軍作戦計画大綱が大本営により策定され、これに基づいて、本土決戦に備えた大々的な兵備増強が開始された。同年2月、陸軍中央は、在内地陸軍航空教育部隊編成、復帰要領により、 航空総監に連続式基本教育を行う熊谷、立ち洗いの各陸軍飛行学校及び所沢、岐阜の各陸軍航空整備学校を閉鎖し、辞任及び装備機材をそれぞれ新設の第52航空師団、第51航空師団、第3航空教育団、第4航空教育団に編入した。同年3月31日、前述の計画大綱に基づき、 航空の機動力を活用する一元的運用を目的として航空総軍司令部臨時編成要領により本土防衛に関係する航空諸軍を統率する天皇直令の航空総軍編成が発令され同年4月15日に編成が完結した航空総軍は霊下の軍隊を指揮して作戦指導を行うほか人材、資材を補充、補給する機能を与えられ 航空の特質である作戦、軍政、教育の一体化を最大限に推進したものとなった。航空総軍司令部は各部長及び職員の多くが航空本部と兼務であり、航空総幹部の人員によって重当された。同年4月18日、こうした事情に伴って陸軍航空総幹部令の適用停止に関する件及び 陸軍航空総監部イムブレの適用停止に関する件が施行され、航空総監部は閉鎖された。これは厳密には廃止ではなく、前述軍令及び直令の文面に当分のうちと記され、直令の理由書に一時停止とあるように、陸軍中央の意図は航空総監部再開の可能性を残したものであった。同年8月14日午前会議において、 ポツダム宣言の受諾が最終決定され、翌15日正午より、終戦に関する玉音放送が行われた。日本は戦争に敗れ、航空総幹部と任意一体であった、航空本部は同年11月15日廃止となった。さらに、同年11月30日、各省管制通則改正の施行により、陸軍省が廃止され、 翌12月1日に第一副院省長となったことで、陸軍は解体され、陸軍航空総監部が再開されることはなかった。航空総監はすべて航空本部長を兼務した。それ以外の兼務等は突起する。1944年3月28日、軍事参議官及び参謀次長を兼務していた、高級、厚志大将の航空総監補職に際して、次長職が設けられた。 航空総監部次長は航空本部次長を兼務した。それ以外の兼務等は突起する。航空総監部総務部長は航空本部総務部長を兼務した。それ以外の兼務等は突起する。1942年10月、陸軍航空総監部令改正により総務部長は航空総監を補佐し、総務部の他航空総監部一切の業務整理の責任を負うことが定められた。 霊属とは固有の上級者の指揮監督下に入ること。単に指揮系統だけでなく、統御、経理、衛生などの全般に及ぶ。帝国陸軍編成総覧第1巻61ページ、将校、巡視官、歌士官は憲兵化を除く、核兵化、兵は、公兵化のみであった。陸軍航空の軍備と、運用248ページ、軍令と表現する場合もある。 官画とは一般には官庁あるいは役所を意味する。陸軍の官画は、陸軍省、参謀本部など東京に置かれた大規模なものだけでなく、各地の連帯区司令部や、陸軍病院、陸軍監獄なども含まれる。陸軍特本58から68ページ区所とは、霊属上の権限はないが、特定事項の指揮、指導を委任された冒系の官画からの指示。 日本陸海軍総合時点686ページ。ここで言う軍隊とは、陸軍全体を、軍隊、艦が、学校、特務機関の4つに類別した場合の一つ。司令部を含めた、師団等や、部隊の総称と考えてよい。陸軍特本52ページ事務取扱いとは組織の中で上位の職にある者が、会の業務を行うこと。この場合は、航空総幹部次長が、 会の総務部長も務めるため事務取扱いとなる。ありがとうございます。